日本には特別な何かがある。ゲリラ豪雨のため雨宿りする人と鹿の群れの調和の光景が海外で話題に。突然、一定の地域で非常に激しい雨が降る現象を指すゲリラ豪雨。その名称はゲリラ戦から取られており、突然予測困難で限定的な範囲で猛烈な影響を与えるという特性からその名が付けられたのだそうです。一般的には暑い日に大気が不安定になった時や湿った暖かい空気が上昇することで発生することが多く、その発生が予測しにくいため、対策を立てるのが困難なことで問題となっています。さて、今回ご紹介するのは、奈良県内のバス停で、鹿の群れが雨宿りする様子の動画からになります。人と鹿が一緒に雨宿りする光景が、海外では特別で美しいと話題になっていました。寄せられたコメントをご紹介しますので、ご覧ください。海外の反応。ああ、とても愛らしいです。これはまさに非現実的です。うわぁ。日本はとても素敵だね。わお。鹿の、なんて礼儀正しいこと。装飾品か彫刻か何かだと思っていたよ。清潔で整然としている。そして鹿が愛らしい。それが東洋と西洋の文化の違いだ。彼らは文化的だ。そうだね。鹿に囲まれて、あんなに行儀よくしている人たちを見るのは驚きだ。心はすべての生き物と同義である。私は日本を訪れるたびに、とても好きになっちゃうよ。雨をしのぐ賢さ。懐かしい思い出だ。奈良にいた時も同じことがあった。日よけの下で雨が降っていて、気がついたら隣に2頭の鹿が避難していた。忘れられない経験だ。ちなみに先週は鹿肉を食べた。人間とは、かくも美しいものなのか。野生動物と住民が共生しているのを見るのは、とてもクールなことだ。平和で穏やかな共存。素晴らしい。私たちは善良であるべきなのです。鹿だって、日本ではうまく集まる方法を知っている。うちの近所の鹿は、庭に出て誰かが餌をくれるのを待っている。まるで自分たちの所有物のように近所を歩き回っている。私はゴミ捨てをしていたのだが、2頭の鹿が動こうとしないので、その周りを歩かなければならなかった。僕の故郷にもたくさんいるんだ。野生の七面鳥もね。たまに意地悪な七面鳥もいる。鹿の手綱のようだね。私の疑問は、日本の鹿はアメリカの鹿とコミュニケーションを取ることができるのか、そしてお互いに理解し合うことができるのかということだ。ただ一つ確かなことは、アメリカの鹿はもっとうるさいだろう。もちろんだね。そして彼らは日本に来いと言うだろうよ。アメリカだったら、彼らは撃たれてバーベキューにされていただろう。これが、みんなが幸せで同質的だった50年代のアメリカの姿だ。間違いなく、日本社会は歴史上最も優れた社会である。
神聖な預言者、ハズラとムハンマドによって教えられたすべての倫理は、彼らによって実践されている。残念なことに、私たちイスラム教徒はこれらの倫理から非常に遠い。日本と日本人に脱帽する。奈良は本当に素晴らしいところだ。うわぁ、いつか行ってみたい。雨が好きなんです。私の住んでいるところではほとんど雨が降らないので、イライラしてしまうんです。私も雨が好きだ。穏やかな気持ちになれる。それに動物が加われば、もう天国だ。調和の取れた瞬間を見ることができて素晴らしい。鹿が人間の存在に安心し、安らぎを感じている。動物と人間のこのような調和した関係を目の当たりにすることは、本当に驚くべきことだ。人間が野生動物といかに平和に共存できるかを示す、心温まる見本である。そうすることで、人間も動物も平和に暮らすことができる。ネイティブアメリカンはこのことを理解していたんだ。自然と人間が共存しているのは日本だけだ。本当にこの国を訪れる必要がある。冗談じゃない。誰か日本へ行くのを手伝ってくれ。私はいつも日本には紛れもない魅力があると思っていました。歴史や文化も素晴らしい。日本人の尊敬は世界を超える。日本は最も素晴らしい国であり、とても心優しい人々である。日本の人々は、すべての生きとし生けるものとの調和を望んでいる。規律、謙虚さ、優しさ、清潔さ、他人への敬意。特に郊外では、敬意の文化に代表される仕草や行動を通じて、社会全体が自然との相乗効果を獲得しています。おそらく動物たちもそれを感じているのでしょう。重要なのは、日本が子供たちをどのように教育するか、そして彼らが子供たちに何を教え込むかということです。結局のところ、私たちも動物であり、私たち動物は、主要な基本的欲求と主要な本能を共有しており、その一つをカバーしている。日本には特別な何かがある。以上になります。なんとも微笑ましい動画でしたね。平和で穏やかな共存の象徴だと感じる方が多かったみたいですね。雨をしのぐ賢さだけではなく、すべての生き物との共生を望む、日本人の精神を反映しているといった意見も見受けられました。確かに他のどの国にもない、特別な何かがあると感じさせる、ワンシーンだったのかもしれませんね。感動日本は随時更新中です。チャンネル登録。鈴マークをクリックしていただくと、いち早く動画を視聴することができますので、ご活用ください。評価をコメント欄にいただけたら本当に嬉しいです。最後までご覧いただき、ありがとうございました。